八道新仙は中国古代道教における合計24人の仙人。新代の文献、何千獣め奉還や八千ぶき奉還にそれぞれ記述があるが、上八千や下八千の内訳が異なる。何千獣め奉還では、複製六製十歩し、朝鮮東方一日鎮丹法反山老母だが、八千ぶき奉還では、上八千に、 ことぶき聖、王母、観音、とぼ、はじむやま老母、聖母娘、金刀娘を挙げている。これはもともと成立していた八千を、中八千と解消したもので、上八千、中八千、下八千の三組構成に取り入れたのである。利撤会館、勝利旅行被害祭は反証小針か老僧国衆と、何千十とめ、何千十とめ法官では、 高重子帰国し、孫品流会戦艦残衆特時800朝、十度目だが、八戦場ことぶき奉還では、朝鮮、竜白音、諸葛亮、内光、広史、女子玄子、露康秀、牛尾、職女。ありがとうございます。